どうもこんにちは、チャンネルせっかちでございます。いつもご視聴ありがとうございます。金沢や石川の有益な情報を発信しているチャンネルでございます。よかったらチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。今日はどこに来てるかと言いますと、じゃん、はい、石川県庁に来ております。レンガ町の外観で、ちょっと新潟県庁とは違う、なんか形はね似てるんですけど、まあ違う感じですね。そんなわけでですね、今日はちょっと金沢を、一望できる石川県庁の展望台をちょっと取材しようと思います。これ実は取材をする気なく来たんですけど、ちょっとこう夏のある日に映画を見に行って、それが割と石川県庁の近くで、そのまま直接バレーボールに行こうと思ったんだから、まあ、こんな格好なんですけど、ちょっと時間が来るので、展望台でもちょっと取材しようかなと思って、急遽これ撮ってます。金沢はいろんな条例があって、こう景観を気にする条例がいろいろあってですね、結構高い建物がないんですよね、街の中に。なので結構一般の人が入れて、こう金沢のを一望できるっていうところが、屋内だとぶっちゃけここしかないんですよ。なので観光でこう金沢をこう高いところから一望しようかしらという人は結構ここに来るか、あとはまあ屋外になっちゃいますけど、宇多津山の展望台に行くしかないという感じなので、まあ観光スポットの一つではあるんですよね。なので、今回はちょっとその展望台がどんなところかっていうのをちょっと取材してみたいと思います。移住して1年半弱経ちますが、まあなんとなく地理感もあるので、ちょっとこの景色はこっち側だよというのを説明しながらやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、そんなわけで、ここから県庁に入っていく感じです。まあ裏側もね、入り口があるんですが、駐車場、車できて駐車場から来ると、まあこんな感じでエレベーターがあるという感じですね。今夕方なんでね、皆さんこう県職員の方々がお帰りになるっていう感じですね。ドアがかっこいいんですよね、自動ドアが。ちなみにこの秋に石川百万石文化祭というのがあってですね、あと53日ということで、金沢駅とかなんかもこういう表示があったりするんですけど、まあこういう大きなイベントこともあったりする時期でございます。こんな感じで、19階までが展望台になってます。一応全部のエレベーターがこの展望ロビーにつながってるわけじゃなくて、一応こっちが展望ロビーに行けるエレベーターですよという表示があるので、それに従って、上がってもらえればと思います。広々とした展望台ですね。誰もいなくて逆に気まずいんですけど、エレベーターを上がるとすぐにこうまっすぐに石川県の百万さんがこういう風に鎮座してる感じですね。まあ、ここも撮影スポットっていう感じになっております。ちなみにですね、僕元ラブライバーなんですけど、金沢が舞台のこうラブライブが今度というか今こうアプリで出てたりして、ちょっとずつねこうストーリーが進んでたりするんですけど、まさかね自分がこう住んでる場所がラブライブの舞台になるとはちょっと思ってなかったっていう次第ですね。はい、こんな感じで、東方向って書いてあるんですけど、主にこっちが街中になりますね。エレベーターを降りて、右側になるのかな、街中の方の風景になります。こっちがこう伊能山とか白山とか、あの僕が普段こう登っている山々がこう一望できたり、あとはこう町側に、町側とか高速道路とかがね通ってる側ですね。ちなみになんですけど、ここ駅西っていう呼ばれるエリアなんですけど、俗に言う今は僕山側沿いに住んでるんですけど、本当は新潟から移り住むって時に、物件探してる時に結構この辺に住もうとしてたんですよね。実は今だから話せるお話として、なので結構この辺のエリアに来ると
山側じゃなくてこの辺に住んでたらなんかどんな生活だったのかなっていうのは結構想像したりしますね。とまあこんな感じで、一応回遊できる感じになっております。なんか遠くから声が聞こえますが、今見た東側から、こうぐるーっと回ってきて、こっち何側になるんだこうという、表示になってますが、こっちは宝達の方とか左側に行くとこう海が見えるという、感じになってますね。なかなかこう口で説明しても分かりづらいですけど、まあこっち側が海側中風になっていますね。こっちにこう日が沈んでいく感じでしょうか。でもって、一応この展望台の中に、カナダのスポーツチームのユニフォームなんかが飾ってあります。ツエーゲンとかね、サムライズとか、あのバスケのサムライズとか、あんま強くないんですけどとか、あとあの石川ミリオンスターズとか、そんなのがありますね。結構、まあ、これ見てわかるんですけど、やっぱり北国新聞がね、あの協賛してスポンサーになってるところが多いですね。こんな風になんかこうイベントスペース的な感じになってるのかな。モニターを見て何かするスペースもあったりいたします。こう夕日が沈む時間帯なので皆さんこっち側にこういる感じですね。はい、こっちが、西側になります。さっき言ったみたいにこっち側にこう日が沈んでいくっていう感じですね。東京インテリアがあったり、さっき僕が映画見てきたアピタベータ群があったりとかしてますね。結構こっちも居住エリアという感じですね。この辺住んでたら本当に住みやすかったんだろうなっていうのはすごく思ったりしますね。あとそうそう、金岩っていうチャンネルせっかちでもいろいろ取材したエリアが、海側の海沿いのエリアがあるのもこちらもっていうことになりますね。ぐるっとしてきてですね、こっちは南方向という形になりますね。こっちもまあ右手に海側があって、スウェーデン、カナダとかの、ホームの西部緑地、まあこれ来年変わっちゃいますけど、のスタジアムの方向であったり、左手にこう蔵岳が見えてくるという感じですね。まあ、特にこっちはそんなに見どころがないじゃないかもしれない。こちらのトイレとかもありますね。はい、そんな感じで、ぐるっとしてきました。一応こう喫茶コーナーなんかもあったりしますね。まあ、この時間は閉まっちゃってるんですが、ちょっと軽食が食べれたりアイス食べれたり、金沢金箔コーヒーセットなんていうのもあるみたいですね。メニューはこんな感じ、お持ち帰りもできるみたいです。はい、反対側の出口から出るとこういう感じになってます。金沢駅から続く大通りがこっち側なので、公共交通機関を使うと、まあ、こっちから来る多分おそらくっていう感じになると思います。まあね、金沢駅からまあまあ離れてるので車で来るべきところなんだと思いますが、まあ一応説明しておきます。はい、そんなわけで、石川県庁の展望台をさっと取材しましたが、いかがだったでしょうか。いや、8時とか9時までやってるみたいなので、上からこう金沢を眺められる場所がなかなか意外とないので、夜景スポットなんかにもなってるところだったり、まあ、花火とかが上がる時期はここからも見れるのかな多分、まあ、何かとこう金沢を見下ろしたいと思うとここに来る感じになると思いますので、何か観光などの情報のためにしていただければ嬉しいなと
思います。その感じで今回は、以上でございます。チャンネル登録ではこのように、石川や金沢や、移住などの取り扱ってますので、よかったらチャンネル登録、めっちゃ夕日で使ってますので、よかったら、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。あとはザウスという、北陸のカルチャーマガジンで、チャンネルせっかちとしてコラムも書かせていただいているので、よかったらチェックしてみてください。それでは、次の動画でお会いしましょう。さよなら。